ウドウが目にしみるは、林真理子の小説。1984年11月に、角川書店から刊行された。第92回、直木賞候補作。本作を原作とした、テレビドラマが、ペプシドラマスペシャルとして、富士テレビ系列で1991年9月16日の16時17時25分に、ペプシコ社の一社提供にて放送された。 戸田直のドラマ初主演作品であり、桜井淳子のデビュー作品である。山梨県の武道農家の娘、岡崎の子は、友達の家へ急ぐ途中。畑から道へ飛び出したの子を避けようとしたバイクが、前輪を溝の中に突っ込む。怒って、のり子を見つめるライダー。それが、岩永武雄だった。3年後の夏、の子は、高校3年生に、 親友の水野優子、鈴木菊代と高校最後の夏休みの思い出作りに、それぞれの好きな人に思いを告白しようということになった。のりこが思いを告げられずにいる片思いの相手とは竹雄だった。竹雄は同じ高校の同級生でラグビー部のエース。宛名のないラブレターをしたため覚悟の投稿をするのりこだが手紙をなくしてしまう。慌てるのりこに校内放送が聞こえてきた。 竹雄の声だ。どうしてあなたが今の私の思う気持ちを、それは、のりこの手紙の文面だった。ありがとうございます。